はい、カメラ回ってる感じですか。あ、そうです。止めてもらって大丈夫ですか。あ、今も止めました。あ、大丈夫です。止まってますか。はい、はい、ちょっとお話だけ聞かせてもらって大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ、はい、全然大丈夫ですよ。こいつ弱すぎ。ケータ、うん、お使い行ってきて。いや、行きたくない。お兄ちゃんがどうなってもいいよ。うん、別にいいよ。はぁ、待て待て、次はあんたの番よ。わかったわかった、行ってくれ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 。今回お使いに行くのはケータくん、精神年齢3歳。行き先は200m先のコンビニ。ジャガイモを頼まれました。あ、やばい、いけ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 。お兄ちゃんたち何やってんの。あ、バイクを入れるガレージ作ってんだよ。そうなんだ。待て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 、やめろ、すんじゃねえぞ。あ、今も止めました。あ、大丈夫ですか。止まってますか。はい、はい、ちょっとお話だけ聞かせてもらって大丈夫ですか。はい、確かに見た感じだと思います。名前ちょっと待って。あ、大丈夫ですよ。初めて。はい。待った。そういうのって本当は署まで行ってちょっと話さなきゃいけないことなんですよ。これ以外でもあとなんか別のことでちょっと実験性のあることがあったりしたら見逃せないです。いいですか。車の方が見逃せないんで。いや、それはわかんない。しかもここ市域なんで。さっきでもなんかね、暴力的な行為が見えなくもなかったかなっていうところがちょっとあって、まあそもそもちょっとこの方からさせていただいて、まずあのお話だけ、同意の上なんで大丈夫です。じゃあ、一応あの任意性っていう形ではあるんですけど、いや、こっちが分かってやってるんで事件性とかないんで。少なくともこの、 あのバットとかに関してはちょっと銃刀法の疑いにはなっちゃうので、普通にそしたら野球やってる人とかですか。こういうのちょっと袋とかに入れといてもらわないといけないんですね。
見たことないですけど。いや、多分あの知らないかもしれないんですけど、こう実際にすぐ使える状態じゃないようにこう布にくるむとかをしておかなきゃいけないっていうのがあって。その布にくるむ大丈夫ですか。いやけど先ほどね、なんか撮影で使われるって言われて、じゃあその目的に反してる使い方をこれ。いや、野球の撮影するのが大丈夫です。野球の撮影に見えなかったかなっていうところ。甲子園はそうかもしれないですけど、はい、その後は普通に野球の撮影するんで。とりあえずいいですか、ちょっと。いや、大丈夫です。あの、本当に時間そんな取らせないんで。いや、だから大丈夫です。いや、ちょっと、大丈夫です。本当すぐ終わるんで。はい。じゃあ、あの、代表者の方、代表者の方でどうなったんですか。汗やばい、汗なんかわかんないけど、かぶっちゃった。え、だるいだるい。撮影してたら警察に逮捕されるドッキリ。え、演技できる方となんだよ、その演技。え、俺とダイン、俺とダイなんだ。すごい。じゃあ暑い、今日は暑いからでしょ。今日は暑いからでしょ。普通にバッとケースに入れるって何。代表者ね、俺運じゃん。いや、代表者でしょ、だって。ありがとうございます。でもないけど。楽しい歌、楽しい歌、ドッキリ大成功でした。今回ドッキリの撮影に協力してもらった警察役の花菜さんです。はい、お邪魔しました。2月6日にリリースの神流し島リネの巫女というゲームの、私は桜川舞ちゃんという役の公式コスプレをさせていただいていて、今日はちょっとマナル隊の皆さんにこうゲームの魅力をお伝えするために最新映像を持ってまいりますので、一緒に見ていただいてもよろしいでしょうか。見ます、見ます、見ます、いただきたいと思います。ポチッ。なんだこれ、これ怖そうだね。誘拐事件一緒やん。さっきも誘拐されたからな俺な。そういうこと。一致する特徴がないか。もうなんか出てきた。聞いてみるとしよう。そう、なんかでもキャラ可愛くない。これ、え、これ私。あ、これ、はい、花菜さん。そうです、そうです。本当だ、これ実はずがない。あ、クラブ、え、あ、あ、え、あ、あ、すぐ出せ。あ、あ、マイさん、大丈夫、32歳って出てるけど。そうそうそう、あ、大丈夫です。そうそうそう、あ、もう後ろにいる。あ、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 すごい、なるほどね。すごそうなゲームだな、これな。はい、こちらのゲームはなんとはじめ社長さんが監修しておりまして。あいつがやってんの。あいつが言ってない、はじめ社長さんだろ。そして週刊少年マガジンマガポケで6月7日からなんと漫画も同時に開催か連載されるということで、しかも少年マガジンさんでも、7月は出張連載されるそうです。ではゲームの具体的な内容の説明をします。うん、ちょっと真面目に聞くわ。本作は、ヒルコと少女たちに分かれて戦う非対象型オンラインホラーアクション。じゃあじゃあ、あんた何言ってんのよ、ちゃんと聞きなさいって。ああ、ごめんごめん、やっに。少女たちは特殊な結界に閉ざされた島で、ヒルコからの妨害を避けつつ、じゃあじゃあ、あんた何言ってんのよ。そちらと共に、ちょ、棒読みあんたさっきから、しかも。ちゃんと、ちゃんと言いなさい。ヒルコは少女たちには見えない霊体の姿で自在に移動しながら島たちの島の動物たちに
憑依して攻撃したり、強大な力を持つ巨大で恐ろしい姿の権限体へと変化したりすることで彼女たちを追い詰めます。ちゃんとお前話入ってこないんですけど。